夏堀定次郎夏堀定次郎4月から1967年は日本の政治家。青森県八戸市の六代目から七代目市長。三古郡、地引村に生まれ、東京帝国大学法科大学読法科を卒業した。1920年、判事として前橋、東京、釧路の裁判所に勤務した。小樽地方裁判所判事となり、大官。 小樽市で弁護士を開業し、1928年から1936年まで2期、北海道会議員を務めた。夏堀源三郎の要請で帰郷し、1943年、八戸で弁護士を開業、1946年には自由党から出馬し、八戸市初の公選市長となった。山内良の市長辞任により、当時の市議会議長であった、 鈴木総吉より、今日の社会情勢から司会で決定することについては、無理があるため、世論を尊重する公選としたいとの提案があり、議員全員がこれに賛成し、市長公選が実現した。当時は、公職選挙法が、施行前であり、まだ公選そのものが定着していない時期であったが、協議の結果以下の方法で実施された。投票の結果、投票総数千百八十8票。 68.3%の投票率を記録し、定次郎が市長に選出された。公安機能の向上のために、1億7000万円の費用をかけ国内初の沈遷防波堤が造成された。造成にあたっては、GHQ に破棄が指示されていた、富島丸、大杉丸、東条丸の3隻が使われた。昭和十二年に撤去される。水道建設のため、 愛知公債と称し、一部を公共事業とし、残りを市民が、規制同盟会を作り事業を分担する方法を取った。1949年に、行政区画にとらわれない経済の振興、資源の開発、産業の発展を掲げきた大経済、建設協議会を設立し、八戸市長である定次郎が会長に就いた。県境を超えた取り組みは当時は、 画期的なものであった。ありがとうございます。